スッチワード in ディズニーワールド。ハロー、スッチワードです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのウォールト・ディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。またスタンド .fm で音声の配信もしていますので、スタンド .fm でスッチワードと検索してみてね。長らくお待たせしました。今回はリクエストの多かったディズニーワールドのモバイルオーダーの仕方の解説動画になります。リクエストありがとうございます。ずっと気になっていて出せていなかったので今回お届けできてほっとしています。ディズニーワールドのクイックサービスレストランのお店で前もって注文できちゃう便利なシステム、モバイルオーダー。一部使えないお店もありますが、多くのクイックサービスレストランのお店でスマートフォンやタブレットを使って事前に注文、長い列に並ぶことなくお料理やデザートを取りに行くことができます。モバイルオーダーができるお店にはこのようなサインがありますよ。さて今回の動画内容はこちら。1番、実際の注文の様子を見ながらモバイルオーダーの仕方を解説しちゃいます。2番、お料理を取りに行こう。3番は食レポ、このようになっています。よろしければ最後までお付き合いくださいね。それではモバイルオーダーの仕方、始まり始まり。それでは今からクイックサービスのレストランの中のメニューをモバイルオーダーでオーダーしてみましょう。それではアップの方、ディズニーのマイディズニーエクスペリエンスのアプリを開けます。開けるとこんな感じになっています。はい、それでは行きましょう。はい、そしてプラスを押すとこういった画面が出てきますので、オーダーフードっていうのがありますので、そちらをクリックします。考え中。まだかな。はい、こちらね、セレクトアンアライバルウィンドウ。ここがタイムスロットになってるんですね。わかりますか？で、例えばだけど、これは一番最初は一番早いアベイラブルの時間が出るんですね、各お店の中で。それで例えば8時55分までに取りに行けないよという方の場合は More Times っていうところをクリックすることによって後のタイムスロットが出てきます。夜のもっと遅い時間も出てきてますね。で、最終オーダーは9時55分から10時まで、10時にお店が閉まるということなので、そういうことになっていますね。はい、これはこの日の分ですね、今晩の分がわーっと出てくるわけで、はい、この下にあるのは、次の日とか他の日の参考になる、なるような感じですね。で、ここにオーダーフードっていうのが書いてあるので、ここ押せばいいけど、とりあえずは時間を選んでいくっていうのが大切ですね。はい、はい、それではどうしましょう。今ですよ。今行けます。あれ、ダメかな。8時55分のがもうスロットが取られちゃったからってことですね。こちらのお店っていうのはリビエラのリゾートのクイックサービスのお店になります。で、昨日ちなみにインスタ、ツイッターにあげたスパイシーイタリアンサンドイッチは分厚いサンドイッチはこちらのものですね。こちらですね。で、ティナのサラダもこちらです。じゃーん、こちらは前日のディナーの写真になります。左はツナ、マグロですね、マグロのニコニーズサラダ、13ドル99セント。
お野菜の上にね、結構たくさんのツナが乗っていますね。そして右側ですね、スパイシーイタリアンサンドイッチ、こちらはコールドサンドイッチになります。いやこちらね$10.49なのですが、サイドでいろいろスープとかサラダとか他にもフルーツとかね選ぶことができます。今回はスープにしたのでクルトンがついていました。で見てください、このね中いっぱいね詰まってますよね。サラミとかハムとかもうぎっしりと詰まっています。でスライスのチーズも中に入っていて、お野菜も挟まってますね。なかなかのボリュームで美味しくいただいちゃいました。今日はちょっとせっかくなので違うものを注文しようかと思っています。そしたらグリークサラダいっちゃいましょうか。はい、グリークサラダでこちらに、まあ、1つか2つかとかいろいろ選びますね。ああ、もし同じのが食べたい方がいらっしゃる場合は、はい、でこちらは完璧にベジタリアンのものなので、オプションとしてシュリンプやチキンをプロテインとしてアドできるっていうものもありますね。いいですね。どっちか入れる？シュリンプとかいいかな。うん、シュリンプじゃあ入れましょう。こうするとお値段がプラス4ドルでオプションになったので 9.99 から13.99 になりました。はい。で、それが決定したらここのアドを押すとこのバッグに入ります。はい、じゃあご覧ください。お買い物バッグが1になりました。はい、じゃあ次の一品は何がやっぱりサンドイッチがいいかなと思います。はい、はい、スチュワートさんが昨日こちら食べてみたいなっていうのがあったので、チキンがいいかな。で、ですね、サンドイッチは昨日コールドカットのサンドイッチお見せしたんですけど、昨日はトマトスープをサイドで選んだんですね。だけど、まあ、この1,2,3,4,5 種類の中から選べます。で実はこのロマのチーズとハーブのフライっていうのがなかなか美味しそうに見えたんですよね。あ、どうしよう、でもここはヘルシーに、フルーツがいいんじゃないかな。フルーツ、ね、フルーツ食べたい、ちょっと食べたい。じゃあフルーツにしましょう。でもいや、やめとこ。じゃあフルーツにしましょう。みんなでもそのハーブフライズっていうのはフルーツでいいんじゃない。いいの、フルーツ、うん、何があるのかな。でもなんかバナナとかだったらがっかりだよね。フレッシュフルーツだからカットフルーツだと思いますけど、バナナ丸ごとじゃない。バナナ1個とかだったら悲しいよ。あ、それはね、明日マジックキングダムで売ってるからそれ買えばいいんじゃない。別にいらないんだけどね。チュー。でもトマトスープは本当に昨日美味しくて、美味しかったですね。でサイドサラダは、まあサラダ私たちもオーダーしてるのでそれじゃなくてもいいかなっていう感じなので、まあ、もしかしてハーブフライのサンプルがあるかもしれない。あ、ちょっと見てみたいですね。あ、こういう感じですね。ポテトにかかっているんですね。はい、だからこのシェーブとフレッシュロマのチーズ、イタリアンチーズですね、それとハーブが上に乗ってる感じですね。そう、これにしちゃおうかな、どうしようかな。フルーツにしたら体のことを考えた方がいいんじゃない。フルーツね。じゃあフルーツ頑張って、フルーツに。まあでも今もフレッシュフルーツとかお野菜がやっぱり旅行中は不足してしまうっていうのは否めないので、やっぱフルーツにしましょう。で、まあここにちょっとね、セールスタクティクスっていうか、ティラミスもいかがですかって書いてあるので、まあでもティラミス食べたい方は、ノーサンクスじゃないとアドにすると勝手にティラミスも入っちゃうので、気をつけてくださいね。ティラミスはね、美味しいとは思います。美味しいと思います。だって絶対美味しいですよ、ここの。まあね、まあだからデザートのとこ見たらティラミスがどんなのとか、実はジェラートとかもあるし、このね、バナナブレッド、バナナブレッドが美味しそうだと思っていました。私たち、これは美味しそう。しかも上にチョコレートチャーク乗ってんだよ。わあ、危険ですね。ザ危険。もう今日はいっぱいペーストリー食べましたので、はい、ダメですね。ここはちょっと我慢。そしてなんとね、ビールもちょっとね、ビール外で買ってしまったのでね、まあ、あとは
あのサイド、スナック、いろいろありますね。チーズとかありますね。ハンバーガーとかお好きな方はいいかもしれないですね。まあ、ハンバーガーはチェダーチーズのバーガーと、あと、ベーコンチェダーのバーガー、これは美味しそう。これは、うん、ちょっとなんかたっぷりみたいな、ね、お腹空いてきました。こんな美味しそう、ドーンみたいなね。すごい美味しそう、これもいい。で、まず決まったらビューマイオーダー、はい、これでバッグの中身が見れるという感じですね。はい、これで確認してください、ティラミスが入っているかとか。まあそういうことです ね、はい、オプションとかを見て。で、一応確認しましょう。グリークサラダとオプションのシュリンプ、はい、シュリンプで、もう一品がグリルドチキンサンドイッチのサイドがフレッシュフルート。はい、はい、で、この下になんとね、お水買いなさいみたいな買いなさいじゃないけど、お水はいかがですか。そう、いかがですか。危険ですね、これを押すと5ドル50セントの入っちゃうので、お水が入っちゃうので、でここでもし、あ、やっぱり何々さん、何々を追加したいなと思ったらモディファイオーダーを押すと、あの、まあモディファイオーダーで、例えばやっぱシュリンプやめようかなとかいうことにするとエディットで、エディットしたりとか、それかやっぱりこのやつを全部やめちゃって、やっぱりニコニーズサラダにしようっていう時はデリートして変えたりとか、はい、できますね。はい、じゃあ OK なので、で次はオーダーサマリーの後に、あのお支払いの画面になります。はい、それでですね、一応、まあ、まあこれくらいだったらね、あの、うん、一応私たちの止まってるというか、アカウントに入っているあのクレジットカードがもうここに組み込まれている状態なんですね、マイディズニーエクスペリエンスの中から、ね、リンクされてるのがすごく便利ですね、はい、なのでもしこのまま同じクレジットカードでもいいよっていう場合は、もうあとはあのパーチャスでピコッと押したら一発で買えるんですけど、うん、私たちはちょっとディズニーギフトカードを持っているので、そちらを使いたいと思います。はい、ということで、まあ、ここでディズニーギフトカードを使いますというね、はい、ここはちょっとじゃあ飛ばしましょうか。ナンバーとか入れるので一回止めます。そっちワード、はい、ギフトカードのナンバーを入力できましたので、また再開しました。さあ、そして購入のパーチェスを押します。そうすると、でこちらの方でもう、例えばですけど、私たちはあの現在宿泊している施設のあのクイックサービスのオーダーをしたので、もうすぐ取りに行けるんですね、うん、もうここから2分くらいでお店に到着してしまうので、あのすぐポチッとこの I'm here prepare my order っていうのを押しちゃって大丈夫なんですけど、例えばですけど、ディズニースプリングスとかのディラックスバーガーとかで先にモバイルオーダーをしといて、あの例えば橋から取りに行くとか、あと30分後に食べたいなとかいう場合は、そこに到着してからでないとフレッシュでプリペアしてもらえないので注意してください。はい、ここで、あ、そう、アライバルウィンドウっていうのを変えることもできるんですね。まあ、ちょっとその時間に行けないわっていう人は変えることもできる、遅刻だチューっていう人は変えることもできますが、はい、今はもうすぐに即取りに行けるので、はい、こちらを押しました。そうするとこんな可愛い画面が出てきます。さあ、これでちょっと待ちますね。で、あのできたらこの画面が変わるので、またそちらの方で再開します。はい、一旦切ります。はい、はい、準備ができたようです。オーダーは、ピックアップする準備ができましたと来ました。それでは今からお店に行ってみる。チュン、スッキワード、上に見えるのがロビーで、そこを下っ
ていくとここの入り口があって、はい、で歩いていきます、まあ、ちょっと雨が降ってたのかな。はい、こちらリビエラのマークです。リビエラリゾートのタワンスタジオのお部屋もレビューしていますので、よろしければチェックしてみてね。はい、でこちらがクイックサービスのお店、プリモピアットというお店になります。中庭にある感じですね。見つけるのはそんなに難しくないと思います。じゃあ入っていきますよ。グリックサラダになります。グリックサラダのオプションとしてプロテインを加えることができるんですが、シュリンプをねちょっと、4ドル追加で入れてもらいました。それではいただきます。おー、こんなにたくさんね、フェタチーズ。さっきはフェタチーズが大好きなので嬉しいな。お、ひよこ豆も入ってます。いただきます。うん、美味しい。そしてオプションのエビさんです。大きい、うん、甘い。どんなものが入っているのかな、ちょっと見せてください。はい、ドレッシングはちょっとビネガー系のものですが、はい、これはレタスですね。レタスが入ってます。オリーブ、はい、オリーブも入ってますね。あと、きゅうり。おいしい。うん。あとは、玉ねぎとか、トマト。トマト入ってますよ。うん。うん。トマトおいしい。うん。あ、もう野菜不足になりがちな。この旅行先っていうのも時に本当にいいと思います。すっごく美味しくておすすめです。はい、はい、それではサンドイッチですね。サンドイッチ嬉しいな。こちら温かいサンドイッチにしました。チキン、それからモッツァレラ、もうすごい、おー、とろとろ。そしてこれはドライドトマトですね。ではちょっとパクッとね、いってみましょう。はい、うん、チーズがとろっとしてて美味しい。ハーブの香りがふわっとお口の中に入ってきます。うん、チキンも美味しい。うん、チキン、うん、あったかくて美味しいです。すごく効いてていいですね。きっと日本の方もお好きじゃないかなと思います。そして気になっていたフルーツですが、はい、いちごとかグレープとかパイナップルなんかが入ってます。あのバナナ1本ではなかったです。はい、うん、あ、美味しい。やっぱりこういう暑い日とかにはあのフレッシュなフル
っていうのはすっごく嬉しいです。体が喜んでる感じがします。今回はディズニーワールドのモバイルオーダーの仕方の解説動画をお届けしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。お料理やデザート、飲み物など写真を見ながらゆっくりと選ぶことができるモバイルオーダー、とっても便利ですし、お料理を取りに行く時も長い列とはさよならって時短にもなって、うん、いいね。皆さんもご旅行の際にはぜひ活用してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。スッチワード。